どうする、今後さ新人ライバーでカニが出てきちゃう。カニライバーで信じられないぐらいガニ股どころじゃない人とか出てきちゃったらどうしようかね。なんかさ、もうあの足を一直線に開いてさ、こうブルン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 って揺れながら歩く人とかさ、まあそしたら仲良くするわ。タコがいる、タコがいるの、え、二次三次ってタコいるの、タコ、え、タコ、タコいるの、あ、ホシルベ、あ、そうなんだ、ホシルベくんってタコなの、え、ホシルベくんヌルヌルしてたっけ、イカ、え、タコ、あ、タコなの、はわーわー、そうなんだ、ヒーロー姿がタコ、え、そうなの、ちょっと待って、ホシルベくん、え、ホシルベショウ、え、ショウくんだよね確かに、ホシルベショウ、ホシルベショウヒタコ、あ、本当だ、タコだ、あ、吸盤がついてる、え、じゃあ同期タコパとかできないのか、え、タコなんだ、知らなかったのだね。一番最初、2週間前に出させていただいたのが偽物人間40号ですね、こちらありがとうございます。こちらは、後輩ヒーローの、星るべくんと一緒に歌わせていただきましたね、はい、ありがとうございます。そう、バチバチにかっこいい歌だと思うので、はい、私も超好きな曲なのでね、はい。いっぱい聞いてくれ、わー、ありがとう、マジありがとね。あ、一旦自分の、はい、枠にある自分の何チャンネルに載ってる歌枠の、あ、お歌の振り返りだからね、これはね、うん、いっぱい他のところでもねやらせていただいてるんですけれども、一旦ね、一旦、うん、いや、そうなんですよ、本当にお歌が上手なんだ。本当に上手なんだ、うん、星るべくんは。そうなんですよ。あー、曲について何か話したんですかっていう風に聞いてくれてるんだけど、それで言うとあれですね、私がこの曲を歌いたいなどと言わせていただきまして、はい、まあ絶対にね、絶対に歌えるって言い方がちょっと適切かわからないんだけど、そのなんだろう、やっぱさ、ただ歌えるだけとかじゃなくて、そのなんかちゃんとそのいろんなものを乗せてお歌いになれるだろうなというところがあったので、はい、難しい曲なんですよ、これめちゃくちゃ難しいんですけど、そう、ちょっとぜひいかがですか、どうでしょうかってやらせてもらいました。はい、うん、そう、歌のこの曲の提案は私からさせてもらいましたね、はい、この歌にしませんかみたいなのは、うん、させていただきました。また宣伝するの忘れてたので、知らない方もしかしたらいらっしゃるとかなと思うんですけど、最近ね、歌ってみた出していただきました、倉持先輩のチャンネルで、倉持先輩と偽物人間40号というね曲を歌わせていただいたので、まだね聞いてないよーって方は今更過ぎんか。いや、ちょっと雑談取ろうかなって思ってたんだけど、ちょっとフェス前と歌ってみた出した後2回出すの、ちょっとそんなにたくさん雑談
できないなと思って、諦めました。なんかどっかのゲームの配信前にも言ったと思うんですけど、なんだ、普段の俺の歌い方とは結構違う歌い方みたいな感じになってると思うんで、その選曲を倉持先輩にしていただいて、これでね、練習した曲なんで、結構ね、なんか、新しい感じで、いけるんじゃないかなって、思います。誘ったのは、こっちからです。俺がちょっと、なんか、なんて言うんだろう。この、倉持先輩の歌めっちゃ好きなんですよ、俺、まず。で、なんか、なんて言うんだろうな。男性と歌うのもめっちゃ好きだけど、その俺の声で、なんだろう、女性と歌ったらどうなるんだろうみたいな、気になって、ちょっと誘わせていただきました。でね、俺からはね、おしゃれめの曲提案したりしてたんだけど、あ、この曲かっこいいってなって、声の相性最高だった。あ、よかったです。はい。って感じでね、ちょっと、他の歌ってみたもんね、ぜひとも、聴いてみてください。マジで、上手。すごい。